アダヌの言う通り、かの大戦での私たちは生まれた時期が不幸だったかもしれません。いいえ、洗練されたアガノ型として自らの実力を発揮できる場さえいただければ、あなたに満足してもらえる働きができるはずです。本日着任しました。アガノ型2番艦の野代と申します。お互い自分の価値を相手に証明できるよう、共に努力しましょう。あら、お早いですね。手始めに本日の予定の確認でも。どんな状況においても、まずは落ち着いて進め方を考えてから手を動かすこと。私の流儀です。明日の3食のメニューでも考えておきましょうか。整理整頓は資料を探す手間を短縮させてくれます。手始めに机の資料を片付けたら？アガノのあの、ええ、あの不敵な笑いの裏はどうも読み取れませんね。いつも彼女にはもてあそばれるばかりです。はかどらないのなら、まずは手を止めて、一旦進め方を考え直したら？今の行動について、謝罪と反省を要求します。任務が多いと感じるのなら、優先度で一度、仕分けてみたら？任務報酬を受領してきました。抜け、漏れがないかを確認してください。念入りに、ね。メール？変なのが入ってないか確認しておきます。あ、すみません。考え事をしていました。戻ってきましたね。じゃあ、さっきの出撃の振り返りを。随分と焦っているようですね。一度落ち着いて、己の行いについて反省してみたら？訓練のことについて考えています。あなたもやるべきこと、あるのではなくて？アガノからの共同訓練のお誘い、困りましたね。私をからかう気満々ですが、断るにしても理由が思いつきません。その時間帯にお仕事でも任せてもらえません？あくまで仲間たちから言葉自体をたびたび聞かされていたので、好奇心ゆえの質問ですが、女の勘というのは一体どういうものでしょう。自分も消せないと。なるほど、あなたにとっても難問のようですね。ときめくというのはこういう感じですね。いつも勘だの直感だのより理性を働かせている分、こういう感情には不慣れなところもありましたが、ええ、今ならはっきりと分かっています。私の気持ち、そして、あなたの気持ちも。